距離を取りました。ファン・インチョルが簡単に飛び込んでこないようにプレッシャーをかけていきたい。ミドルストレート内側狙っていった。左から右、左、一度リング中央クリンチをします。この試合も当然インパクトのある勝利を収めたい、そう話していた高見。ミドルストレートだ。デビュー戦に続け右のストレートをカウンターで決めた。ファン・インチョルもすぐに立ち上がります。デビュー戦を思い返すような右のストレート。さあ高見左から入ります。ミドルストレート、高速のコンビネーション。ミドルストレート、さあこの右ストレートを警戒してファン・インチョルもなかなか手が出ません。右のストレート、右、左、左抜く。この笑顔です。 TKO 勝利、高木プロ2戦連続 TKO 勝利、これで A 級ボクサーへと昇格します。見事なカウンターでまずジャブ、金子のジャブが入ってきたタイミングでしっかりと前へ出ているこの青のシュガリー・モンタです。前半はこのシュガリーのパワーのあるパンチが金子の体、そして顔面を捉える場面もありました。先ほどの第4ラウンド後半戦では金子が持ち味をボディ返していく、返していく、返していく、前へ出ていく金子コタ。左から右、右のストレートです。もう一度右のストレート、ロープを背負わせながら受け続けてきました。ここでレフェリーが試合を止めました。顔面をまとめて左のボディ入れていきました。斉藤グッグッと相手を押すようなパンチ、ボディへ3発、顔面へのパンチ、顔面を打っていく、ワン、ツー、スリー、フォー、パンチが顔面を捉えていく、サリアの顔面が捉えた、思わずしゃがみ込んだ女性サリア、第2ラウンド、ダメージの蓄積で、キャンバス一度しゃがみました、女性サリア、ダウンを取ったのは斉藤レオ、接近戦で蓄積された顔面へのダメージを思わずしゃがみ込んだ女性サリア、ボディー上がっている、倒れ込んだ女性サリア、終了。最高で2ラウンド KO 勝利です。これで斉藤の A 級昇格が決まりました。接近戦で顔面そしてボディへ溜めたこのダメージは返していく。アバリエワンツーが入った、ガードをしているんですがその隙間からワンツー、さあ残り1分まもなく経過しようというところ、ワンツー力強いその左のストレート、さあ残り1分です。1ラウンドに続きこの第2ラウンドも支配権握っているのは村田です。ボディが入った、右のボディが入りました。たまらず膝をついたアバリエ、戦意を喪失したか、立つことができません。今ようやく立ちました。ただ相手の心を砕くそんなボディが入りました。先行させていきたいその右のパンチ、その右のボディで相手をこのキャンバスに沈めています。さあもう一度ダウンを奪うことができるか、左のストレート効いた、左のストレートが効いた、2度目のダウンは得意の左のストレート。あ、そしてたまらず暴れ陣営がここで試合を止めました。バンタム級の6回戦村田昴2ラウンド TKO 勝利。ここもステップを見せて、そして上下のその動きも見せてフットワークから左ボディ、左のボディです。さあ左のストレート、これはなんとか避け切ったかぶさ、左カウンターに左入った、そして右よろついた、よろついた、どうだ、いけるか、一気に叩き込んでいけ、これはダウン、たまらずダウン、左のストレート、そして右のフックも入りました。いけるか、左、左、残り30、右のジャブから、ここも両者打ち合い、ボディです、左のボディ、確実に効いている。
そのボディから左ストレート、画面捉えている。さあ相手はもう体力がなくなってきた。右のパー決まりました、入りました。その左のストレートから右のフック、まあ繊維を喪失しているでしょうか。ロニーカンポス、ここで10カウント。藤田健二、この3戦目しっかり宣言通り KO 勝利です。練習してきたその左のストレート、山中さん、そのあたり神の左と呼ばれた山中さんももちろんその左というのは自信を持っているとは思うんですが、ただ中野は今日はこの前の手、右手のテーマに挙げていましたが、このあたりどうでしょうか。右手はしっかりとスムーズに左、左その返しの右と、繋がってパンチはつながってきますので、前の手というのは重要ですね。右を返していったのはラドラダ、ダイボディー、左右のボディーでランを奪いました。鉄の拳、左から右のボディ、ラドラダー立てるか。1ラウンドで終わりました。鉄の拳、中野美希人、固い思い、鉄の拳炸裂。なんとなんと1ラウンド入ってくるところにいいボディでしたね。タイミングは良かったですね。カウンターのボディになりましたよね。今セレスさん、左そして最後右もつなげましたか。でも、まあ、聞いたら左のボディです。ラーバ
Now round two.上げるような左の、ボディアッパーのような形で出していったのは小畑です。大分別府のダッシュ、互いに打ち合っていきます。右ストレートを出していくのは小原選手のコンビネーションはさすがですよね。そうですね、25勝のうち22のノックアウト。左の左この試合で初めてのダウン、絶好的か。左を2つ見せてからの右ストレート、立ち上がったが止めた。大田統一、貫禄を見せつけた小原、完璧なノックアウト勝利。後楽園ホールがどよめきました。素晴らしいですね。
いやもう本当にあのキャリアから来る経験値と的確なテクニックですよね。